皆さんこんにちは、ガジログです。今回はシャープから出ましたアクオス R8 Pro のスペック解説を行っていきたいと思います。この前モデルにあたります R7 からほぼ1年ぶりの発表となっています。今回はなんとプロという冠がついたこのモデルが登場しています。同様にですね、こちらのアクオス R8 というね、そういった通常のモデルも発表されていますが、今回はこちらの R8 Pro のモデルをご紹介していきたいと思います。では一体どんなスペックになっているのか、ご一緒に見ていきましょう。シャープ公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということで、まずデザインから見ていきたいと思います。磨き上げた機能美、そして精悍なスタイルとありますけども、前回の R7 と同様にエッジデザインが採用されていて、程よいスクエア型と、そしてラウンドとね、相まって洗練されたデザインになっているなと思います。そして高揚感をもたらすディティールとありますが、細かいところまでね、細部にわたってデザインされていることもわかります。そして背面のデザインになりますけども、センターカメラレイアウトということで、メインカメラを中心に配置されています。被写体を画角の中心に捉えやすいですよと出ていますね。確かに最近はサイドにあるものも多いんですけども、こういったね、真ん中にあると被写体ね、中心に捉えやすいっていうのはまさにそう言えるなと思います。そしてね、カメラ周りのところにライカ監修のレンズが使われていることがわかります。そしてパフォーマンスを見ていきましょう。いつでもいつまでもバッキバキハイスピードとね、今までにないようなキャッチコピーが使われていますけど、今回新しく採用されましたのがシンサーモマネージメントシステムということで、このカメラ周りの部分から放熱されるということになるようです。採用されている CPU はスナップドラゴン8ジェネレーション2ということになりますね。今最先端の CPU になっていますが、従来の CPU に対しまして 32% のアップ、そして GPU 性能は 24% アップ、 AI 性能は 50% アップとね、飛躍的にアップしていることがわかります。こうした CPU を乗せていますので、さすがにパワー使うということで熱が結構こもりがちなんですね。背面にありますレンズ周りから放熱をするということで、シンサーモマネージメントシステムという新しい放熱のシステムが採用されています。そしてさらに気になるスペックになりますが、高速大容量メモリでゲームもサクサクとありますが、搭載されているメモリに関しましてはなんと 12GB ということで、 LPDDR5X が採用されていて、かなりデータ転送に関しましても高速なハイエンドのメモリが搭載されています。そして ROM に関しましてはちょっとね、控えめの数値になりますが、ね、256GB ということで、容量に関しましてはそんな多くないんですけども、なんと UFS4.0 というね、超高速のロムが採用されています。今年に入ってからはもうこちらがね、ハイエンドモデルではトレンドになっている UFS4.0、 このあたりもね、かなりバージョンアップしていることがわかります。読み込みの速度、そして書き込みも飛躍的にアップしていることがわかります。そしてバッテリー持ちに関する情報になりますが、長時間長寿命、アクオスならではの電池持ちとありますが、容量は 5000mAh を採用されています。このあたりはアクオス R8 とは容量の違いというのは出ていますけど、 R8 は 4500mAh ほどになっていますね。省エネで長寿命ですよと出ています。そして嬉しいことに OS のバージョンアップがなんと最大3回まで保証されていますし、またセキュリティアップデートも最大5年間保証してますよと出ていますね。ただキャリアによっては5年間のセキュリティアップデートをご提供できない可能性もあるということで、大手キャリアの意向によって変わってしまうのは致し方ないかなと思います。そしてね、カメラ周りの情報になりますが、これまでのモデルでも採用されていましたように、ライカと協業されて開発されているレンズが採用されていますね。プロが認めた本格カメラということで、ライツブランドね、出ていますけども、心を動かす感動の写真へ、1インチセンサーの圧倒的な表現力、処理速度が向上した HDR 撮影でサクサク撮れて綺麗ですよとありますね。もう前のモデルからね、非常に綺麗に撮影できるということでしたので、より一層R8 になってね、画質はそんな大きく変わらないかもしれませんが、処理速度が 40% アップされているということです。すごいですね。そしてさらに AI エンジン進化で動き回るペットも素早くキャッチですよとありますね。ちなみにですが、ペットのこういった追従は犬と猫に対応しているということです。また星空花火は専用モードでより美しくとありますね。これが夏のシーズン、花火大会などたくさん開かれて思いますが、綺麗に撮ることができると思います。そして正確な色を表現でき
できる14チャンネルのスペクトルセンサーが採用されています。すごいですね。こちらの実際のシーンなんですけども、これまでのカメラですと色味が変わってしまうってことがあったようですが、こちらの14チャンネルのスペクトルセンサーであれば、こういったね肉眼で見たままの感じで撮影ができるということです。この辺も素晴らしいですね。そして次にディスプレイの情報になりますが、さすがですね。昔からシャープは液晶のシャープと言われていましたが、ここ最近はねオーレットで頑張っているのもあります。ずっと見ていたくなる高画質とあります。採用されていますオーレットディスプレイはプロイグゾオーレットディスプレイということになりますね。ブルーライト低減の機能が入っています。シャープのね1000倍特許でありますイグゾに対してプロイグゾが使われています。そしてしかもオーレット有機 EL パネルが使われています。そしてディスプレイのサイズは 6.6 インチになっています。ここ最近多いのが 6.7 インチとか 6.8 インチぐらいが出てきているんですが、 6.6 インチということでそんなにね大差ないんじゃないかなと思います。そしてコントラスト比は2000万対1というね非常に高いコントラスト比になっています。またピーク輝度はなんと2000ニトということでね、めちゃめちゃ高い輝度になってますね。これはアップルウォッチウルトラで採用されている最大のニトと同等の数値になっています。そして美しく滑らかな映像体験とありますが、リフレッシュレートは最大 240Hz に対応しています。これもすごいですね。実際ね 240Hz ってあんまり見たことないんですけど、相当滑らかじゃないかなと思います。そして画質は綺麗なままでブルーライトを約 50% 低減し、目の負担を軽減してますよとありますね。従来のリラックスビューの場合の画質、そして今回の新ディスプレイの場合、常時ブルーライト低減になっているということですね。黄色っぽい感じもしますけど、今回ね非常にクリアな感じになって、ブルーライトがしかも低減されているということで目に優しくなっているわけですね。そしてカラーリングの情報になりますが、これはねブラック一択になっています。漆黒という感じになりますので非常にかっこいいですね。ではここからはまだ触れていなかった詳細情報についてざっと見ていきたいと思います。搭載されています OS は Android 13になっています。またアウトカメラのスペックになりますが、約4720万画素の CMOS センサーになっていまして、 F 値は 1.9 ということで非常に明るいレンズになっています。ちょっとね残念なところになりますが、電子式の手ブレ補正ということで光学式の手ブレ補正ではありませんでした。しかしながら最近の電子式手ブレ補正でも十分な補正能力がありますので、これで十分ということで決定されたんじゃないかなと思います。そしてインカメラになりますが、約1260万画素の CMOS センサーになっています。セルフィーカメラですね。そして Wi-Fi に関しましては Wi-Fi 6対応で AX までね対応していますので、かなり高速な Wi-Fi 環境であればふんだんに使うことができると思います。そして対応バンドになります。 5G のなんとミリ波にも対応しています。 N257 のミリ波に対応しています。そして 4G LTE はもう当然ながらね日本で販売されることを考えますとね、主に使われている周波数帯に対応しています。また Bluetooth はバージョンの 5.3 ということで最新規格に対応しています。そしてその他の機能の中にはお財布携帯ということでフェリカ対応になっていますので、スイカなどを使うこともできます。 NFC にも対応していますので、おそらくビザタッチなど Google Pay なども使うことができると思われます。 SIM はナノ SIM プラス eSIM になっています。 DSDV 対応ということで、物理的なナノ SIM 1枚に電子的に書き込む eSIM を1回線使うことができるということです。ではこれまでご紹介しました AQUOS R8 Pro の主な特徴が一覧になっていますが、もう一度ね振り返ってみたいと思います。ラムがですね LPDDR5X 対応の 12GB になっていて、 ROM は 256GB の UFS 4.0 になっています。 CPU はスナップドラゴン8ジェネレーション2、そして新しいサーモマネジメントシステムということで、カメラ周りから放熱するそうした技術が採用されていました。そしてカメラのセンサーは1インチになっていましてね、4700万画素になっていて、オクタフォトダイオードオートフォーカスになっています。そしてライカカメラ社監修のズミクロンブランドが使われていますね。このあたりもちょっとワクワクするというかテンション上がりますね。そしてスペクトルセンサーは14チャンネルということで忠実にカラーを再現します。そしてさらにですね、目立ったところで言いますと、プロイグゾのオーレットディスプレイが 6.6 インチ、そしてディスプレイの指紋センサーは 3D の超音波式になっていますね。画面内指紋センサーが採用されていると思われます。そして認証系になりますが、顔認証を対応しているんですが、なんとマスクにも対応しているということで、このあたりはね昨今の事情もある
るかと思います。そしてさらに指紋認証も使うことができます。バッテリーの容量は 5000mAh、 しかも地位対応の非接触充電に対応していますね。ワイヤレス充電ということですね。そしてさらに 3.5mm のイヤホンジャックを使うことができます。ここ最近の傾向としてはちょっと珍しいなと思いますね。でも使う方にとってはね、これ結構重要になりますので、嬉しい採用じゃないかなと思います。はい、というわけでここまでアクオス R8 Pro についてスペックをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。気になるところではありますが、価格ですよね。価格はですね、実はまだ未定ということになっています。このあたりはですね、ドコモとソフトバンクから発売ということですので、それぞれねちょっと見張っているのかなという感じですね。これからきっとね、販売価格っていうのは分かってくると思いますので、しばらくね待っていきたいなと思います。ということで、またね SIM フリーが販売されればいいんですけど、おそらくですね、前のモデルもそうなんですけど、 SIM フリーなかなか出てこないのがちょっと痛いなと思います。世界ブランドになるためにはやっぱりそのあたり SIM フリーで出していかないと難しいのかなと思います。というわけでね、どんな感じになるのか今後も見ていきたいと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。